連合軍ダッキがペルセウスを奪った仲間を、すでに神ナタ殿の言う通り、彼らも、ほう、覚えってことは殿もあっちにいそうですな。主と戦うことになるんですね。それともまさか、はい、おっと誤解しないでください。うん、まあその分気苦労も多いですがね。敵を率いるは猿か。この戦、世が預かろう。まずは敵のゴツメを蹂躙してくれよ。趙雲殿、救援に来てくださったのですか。私は自力で抜け出しましたが、まだお二人が。脅威、無事でよかった。残る二人も必ずや救い出してみせよう。どうも嫌な予感がするの。清正、正則、慎重に行くんじゃ。さあ敵将二人、この男福島が下してやるぜ。あのバカ、後ろから敵が来ているか。さっさと終わらせた方がいい。知らぬ土地でいきなり囲まれようとは。やや交換しよう。やすやすと屈指をするぞ。マネ戦う降伏しない。急がねば二人が敵の手に落ちてしまう。耐えてくれ。よくやってくれた。負けない。やらせない。これが叶う相手じゃねえか。これで終わり。よし、ガッテンディ。違いだった。ユーミン、また救ってくれた。我嬉しい。砦から出てこないなんて意地っ張りな子だね。私が言って聞かせてあげるよ。世話焼きの奥方がしびれを切らしたか。あの人も悪気はないんでしょうけどね。はい この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。うなが様、ここは秀吉様のため挑ませてもらいます。猿の子が信長を楽しませ。さああとは頼んだ。劉備殿の軍に救われるとはありがたいことじゃ。甲冑殿、義援殿を救い出せてよかった。退路はこの強迫薬が切り開く。このまま逃げるつもりか。流れは変えさせん。我らの目的は果たした。甲冑と義援を連れ撤退するぞ。機は満ちた。猿の面拝みに行こうぞ。なんとありゃ信長様か。
相手が誰じゃろうと卑怯せんが、まずいの。秀吉様、落ち着いてください。やってみる。いざとなればさっさと二将を捕らえて終わらすはずが、そう簡単にはいかんかったが、あの力を使わにゃならんかろう。さあ、うぬが真意、信長が見極めてくれよう。そう。サル。世に逆らうか。秀吉様に手出しはさせん。秀吉様、今のうちに撤退を。すまんな三成、よすぐ。化けたのは猿の子がい。面白い話でもなかろう。敵は信長殿が食い止めてくれよう。追いつかれぬうちに引くのだ。これで終わり。やあ、ガッテンティ。結局私でしょ。やろうケロ。見立て通りの活躍だ。なっちまったわ。この程度では信長は満たされぬ。秀吉様のご苦労も知らずしゃしゃり出られては困ります。その力信長をもしのぐか。見せてみよ。電気つったか。あいつなんだか目立っててぬるいな。見た目は確かにそうですが、こちらは先行で注目を集めるとしましょう。三成、ウヌの望み見届けよう。信長、俺は倒したんだ。これで奴らも逃がしたわ。秀吉様に合わす顔がない。お前がいなければ勝てなかった。義経、そうだ。礼を言うつもりならコーチらを捕らえてからにしよう。素敵です。今感服いたします。ニュービー来てくれた。ガッティガル。おお、ギアル、またお前に会えて嬉しいぞ。敵将、そこを動くなよ。結局あたしでしょ。行くわよ。出さん。仲間に任せよう。いざ、これも流れ。しまうとはな。悪い、引かせてよ。これで終わり。引く、すまん。見事な戦ぶりだ。
けだ。来い。なかなかに鋭い矢を放つな。小娘にしては筋がいいわ。あなたこそ革新の弓さばき、お見事。僕は小娘とは失礼。負けない。すまんな。こいつとなら良い戦ができそうじゃ。おお、よくやってくれた。人間二人を捕らえるのに何を手こずっている。退路を塞がれたか。あやつの戦いは避けられんな。ほう、選ばれたのは秀吉ではなく三成だったか。しかし力を持ちながら破れるとは意外な。あなたこそ天下一掃の忍びです。まとめてポイッと。うん、女神の登場だな。関東殿、彼女を倒せば大いに目立てましょう。いや、それはそうかもしれんが、さすがに相手が悪い気がするぞ。一つ問いたい。ベルセウス殿は無事か。何を言わないこと。奴はお前たちがかくまっていたであろう。いや、先日ダッキに連れ去られたが、彼女とお前たちは仲間ではないのか。駒も増やせず引くことになるとは。やれやれ、助かった。じゃが、聞きたいことが山ほどあるわい。仲間、会えた、嬉しい。なるほど。救われた恩を返すためにも。我、劉備のため。ああ、それにしても妙ですね。我らは一体誰と戦って。想像以上にややこしい世界だ。後悔者、若い者には遅れを取らんぞ。我、戦う敵強迫役、大使をなすまで突き進む。成功したのね。ゼウスは神々の王、あのアレスとやらの言葉。そうじゃな、三成。お前はお前。戦界と人間どもの抵抗は予想以上に激しい。貴様と秀吉にはもっと力を尽くしてもらわねば。一つ忠告しておく。人をザレ事で操ったつもりかもしれぬが、その浅はかさはいずれ白日のもとにさらされよう。真の王の言うことだ。ありがたく聞いておこう。なぜ真意を話してくださらぬのか。誰だ
報告。ダッキーを発見しました。アテナの軍と争っている模様です。ダッキーとアテナが。やっぱりお二人は手を結んでるわけじゃなかったんですね。可能性は高いと思います。だったら腕輪を持っている人はみんな行った方が良さそうですね。その戦場を地獄とつなげようぞ。Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my